からはグンクマニアをご紹介。まずは VTR で紹介した超マニアの斉藤さん、矢島さんはグンクマニアの公務員、船田さんは兵器も遊べるミリタリーマニア。この3名がグンクの魅力を語る。実戦さながらの戦闘を愛するミリタリーマニアの皆さんです。どうぞ。ではミリタリーマニアさんたちの意見です。こちら、軍服は歴史上最もかっこいいファッションです。本当にかっこいいとしか言いようがないんです。まあかっこいいというよりは、私は軍人に対する憧れっていうのはものすごく強くて、立派な人間というとまず軍人というふうに私は思い浮かべるんです。で、彼らが着ている軍服っていうものにすごく憧れがありまして、それでかっこいいと思うこと思うわけです。朝鮮に民してください。はい、14番斉藤さん、軍人はそんな立派な人間と思ったらなんで自衛隊に入らんかったんですか？それは一番軍人になれる一番近道じゃないですかね。親戚一同および家族から絶対に辞めろと言われて断念したことがあります。それもあって余計にやっぱりそういうものに対する憧れが強いんです。はい、46番韓国人は軍服とりあえずみんな、軍隊除隊した後もみんな持ってるじゃないですか。みんなスウェットみたいに履いて、なんかこう軽作業する時とかに履いてするんですよ。だから別にあんまりそこに対して価値は持ってないし、それなんでその御所大事に来たるくのかちょっと僕よく分かんない。多分こうやって軍服に憧れる方々は自分の国に軍隊がないので、一旦そのないものねだりでコンプレックスがあると思うんですよ。裏返しだと思うんですよ。例えば軍隊のある国に本当に行ってみてくださいね。徴兵で行かれて無料で支給してもらえるし、飯も食わしてもらえるし、服なんかも死ぬほどくれます。私軍隊経験者として、こう見たらバカバカしいんですよ。私も3年がありました。だから逆にあなたたちのこのマニアという形は、今日本で子供たちがウルトラマンともでったら、そのままウルトラマンの格好を着ている形も全く同じなんですよ。あなたたちが本当にその通りだね。でも1週間でも訓練を受けて、私はこういう学校しますって言ったら納得します。学校に行ってみろよ。だからただあんたたちは幼稚園のウルトラマンの学校だったっけ。そうなんですマジスの服着てる何なのってね。てめえ笑うな。あのね、てめえ、多分知らないけど、私の場合はすごい失礼なことだよ。だから靴で歩いてば、まずで殴る。これただ好きなだけですけど。好きなだから何でもいいってこと。フランス人の彼がなぜ激怒するのか。今からおよそ60年前、第二次世界大戦。この時ヒトラーを中心としたナチスドイツは、シンボルである鍵スイッチとナチス独特の敬礼のもと、ヨーロッパを次々と侵略、ユダヤ人と抵抗者を徹底的に弾圧した。そしてフランスも占領され、多くの犠牲者を出した歴史があり、彼らの軍服こそその象徴なのだ。自分フランスだったら本当に警察捕まるか、もう死ぬかってめ、本当に冗談じゃねえよ。で今日あえてそれをね、この外国人の目の前で、そのナチスの軍服着てくれば、ああいうフランスの人の反応みたいのが当然分かったわけですか。ある、それを分かっていて、それを意識して着てきてるんでしょ。私が一番大好きなのがやっぱりナチス時代のドイツの軍服なんです。思想とかそういうことではなしに、まあ、一番美しいと思うし、思想を抜けて全ての軍服のデザインの中で、ナチス時代の軍服のデザインが一番そのかっこいいと思うってこと。そうです。ドイツの制服ってやっぱり古今東西やっぱり一番美しいと思うんですが、その中でも一番美しかったというか、私が一番かっこいいと思うのがそのナチス時代だったんです。今のドイツっていうのは、例えばハーケンクロイツありますよね。ハーケンクロイツっていうのは別にそういう軍服着てなくても、それを見せただけでも、公の場で見せただけでもそれは犯罪なんですね。それでナチ式の敬礼とかも、あれもドイツで公の場でやると、あれ本当に捕まっちゃうんですよ。だからそういうふうに軽々しくドイツの軍隊は素晴らしかったなんて、あなた日本だから言えるけど、ドイツでは絶対言わないでください。捕まりますから。はい、じゃあ57番。例えば今日旧日本軍の戦闘服着てきたら、少なくとも、まあ、我々中国人、韓国人にはすごい失礼だと思います。失礼じゃない。もっとファッションというものは個人個人の問題はあるかもしれませんが、
もっとそれの後ろにあるもの知ってから 着ないと、私は知ってるつもりです。それについてはもうそれもっと許せません。あなたのこの服を見るとあなたの歴史観、歴史勉強の不足さ、もうまるでもうあのもうみんなの分かってるんですよこれ。ファッションっていうのは人に気遣うところから出発するべきだと思います。やはり公衆の面前で、あるいは国際社会の中で人が不愉快だと思う格好をあえてしてくるのはハロウィンだけにしてください。不愉快に思わない服装っていうのはないんです。経験がある人たちの悲しみを入れることなんだよ。例えば私の場合ですが、今の例えば渋谷で、いる若い人たちを見ると非常に腹が立ちます。不愉快になります。はい、34番。そういったものはあの本当に冒涜してると思うんですよ。特に戦争を軽々しいものと結びつけることになりかねないと思うんです。今世界の潮流としては、今まで何千年の戦いと殺戮の歴史の中からようやく戦争イコール意味嫌うべきものだっていう潮流がようやく生まれたんですよね。そんな時に大人がそんな戦争の格好して、でこれ別に趣味でファッションだから結構かっこいいから戦争の格好することがどこが悪いんだ、こんな軽々しい態度で果たしていいんでしょうか。教育のために何らか役に立ってると思いますか。言いたいのは、私は戦争を肯定はしていません。いや、ただし軍人に憧れるってことは、軍人に憧れるってことは戦争しないように抑止するという意味もあります。頭の中で多分整理されてないと思うんですよ。というのも整理されたよ、あなたの方じゃないですか。私は軍服が好きで着てるけども戦争は否定してる。いや、僕が言ってるのは戦争イコールダメなものだっていう、ようやく築き上げた拒否反応っていうのをもう一度それを打ち消してしまうんですよ、あなたたちの存在が。違いますか。日本のね、僕らも含めてその戦争とかの対して意識薄いですよね。例えば原爆をアメリカに落とされてるわけですよ。で原爆が落とされてる、例えばアメリカのその時のねフライトジャケット、それが売れるんですよ。いやね、そういう日本は国なんです。収録は無事終了したように見えた。しかし帰り際、フランス人の2人なんとナチス式敬礼をして去っていったのだ。違う、あなた一番してるでしょ、この意味。いやだから誰、そどうしてあなたを送らないの、おかしいだよ。その銃で殺すからシンボルはいいよ。違う、これはダメだよ。ただその国の人にとっては暗い歴史があるんで、その気遣いだと思うよ。要するに